冬季の、まあ、最大目標であるマラソンで、まあ、結果を残すことが目標でありますので、そのスピード強化という面で、まあ、この春から夏に向けてはトラックで集中しようと思ってました。まあ、当初の目標が、まあ、13分45秒というターゲットタイムで、まあ、走ってみると、まあ、天候も非常に厳しい気象条件の中で最低限の13分台を出せてよかったかなと思います。いや、まだまだ、まあ、タイムで言えばトップの方ではもっと、まあ、13分20秒台30秒台がたくさんいるので、まあ、それに比べればまだまだ力不足なんですけど、まあ、手応え的には非常にいいものを、まあ、収穫できたと思うので、またしっかりタイムを狙っていきたいと思います。